六名館、六名館、六名館は、三島幸男の儀曲。全四幕からなる。三島の代表作の一つで、繰り返し上演され続けている人気の高い演目である。明治十九年の天朝説に、六名館でも用された、大イ会を舞台に、政治と恋、陰謀と愛憎の渦の中で翻弄される男女、親子の悲劇をドラマチックに描いた物語。終にんだ指摘で、 高揚感のあるセリフ回しと、緻密な構成で、華やかな様式美の大芝居が楽しめる作品である。三島は、自作について、この芝居はいわば、私の、初めて書いた、俳優芸術のための作品であると記している。1956年、昭和31年、文芸雑誌、文学会12月号に掲載され、 初演は、その後の発売直後の11月27日、文学座創立20周年記念公演として第一、生命ホールで上演された。単行本は、翌年1957年、昭和32年3月5日に、東京草原社より刊行され、文庫版は、新潮文庫で刊行された。翻訳版は、佐藤博明役、英代、ザ六名館。 フランスのジョージスニーランド役、フッツダイ、ルパレイ・デ・フェイツで行われている。6名館の舞台は、明治時代の落成間もない6名館で、登場人物は、家族、維新の後進で、君公家族とも言うたちである。舞台当日のダイヤ会は、ピエール・ロティの江戸の舞踏会と、芥川・龍之介の舞踏会に描かれた舞踏会が、下敷きとなっている。島は、その意味について、 六名館で踊る日本人の滑稽な様を描いた当時の風刺がそのままの再現ではなく我々のイメージの中の現実よりはずっと美しい舞踏会ノスタルジアに彩られて日本近代史上稀に見る華やかなロマンチックな時代を描くことであるとし以下のように解説しているまた三島が自身の演出で上演したいと考えていたビクトル融合の ルクレツやボルジアの人物設定なども乱本になっているのではないかという村松強氏や今村正純の指摘もある。ちなみに、三島自身もボル、ジャカについて、私は、生徳、ボルジャ家の代々が好きである。知恵ザれボルジャもルクレツやボルジャも好きであると語っている。六名館の大時代的な風味やセリフ回しには、三島が少年期から親しんでいた歌舞伎の影響もあり、 そのセリフで構築されたセリフを聞かせる幾層にも張り巡らされた愛と陰謀のスリリングな悲劇は伝統的でありながら斬新でもあり劇場で芝居の楽しみを味わえる作品だと松本徹は解説し有本信子も緊密に構成され終始に満ちた絢爛たるセリフによる緊張感とシアトリカルで楽しめる大芝居の二つの要素を兼ね合わせている作品だと している。三島は、六名館を、俳優芸術のための作品だとし、作中の登場人物たちに、人が人を信頼すること、骨肉の情愛や憎悪を、人が人を動かす政治についての霊利な洞察のある、長いセリフを吐露させてるが、そういったところも聞きどころの一つで、俳優の力量が試される、ゆえに主演は、ベテラン俳優たちが演じることが多い。また、 ストーリー展開やドラマチックな要素で、娯楽性が高い作品だが、練られたセリフに、緊張感のあるため、役者の技術だけでなく、身体性や経験、持ち前の雰囲気やパワーまでも、総動員しなければ、通俗劇に出する危険があると、佐藤秀明は指摘しており、役者にとっては難しい芝居である。執筆当時、文学座に席を置いていた三島は、 看板女優の杉村春子を念頭に置いて、六名間を書いたが、1963年、昭和38年に、戯曲、喜びのことの上演中止問題、喜びのこと事件から、三島と文学座が絶演となって、以降は、文学座による上演は止められ、その後は、劇団新派の代表作となり、初代、水谷八重子の八重子十種の一つとして、新派劇の主要な演目となった。 初代、水谷八重子没後の公演では、二代目、水谷八重子、市川段十郎の主演で上演された。近年は、劇団式のレパートリー演目としても公演されている、演出、朝稽太。主演、草加武氏ほか、なお、1956年、昭和31年の初演と1958年、昭和33年の東京公演では、三島自身も三幕目で、 六名館を模様替えする大工、植木職人に扮し、今で言う、亀尾出演をしている、三島自身は座教を飛べている。テレビドラマ化は、1959年、昭和34年に、初演舞台と同じキャストで、富士テレビで放映。1961年、昭和36年は、主演に、サブリシンを迎え、それ以外は、初演舞台とほぼ同じキャストで、 TBS テレビで A。1970年、昭和45年は、岩下島、足田信介主演で NHK で放映。近年は2008年、平成20年正月に、田村正和、黒木瞳主演でテレビ朝日で放映された。映画化は1986年、昭和61年に、東宝によって、菅原文太、浅尾カルリコ主演、市川根監督でなされた。 数億円を投じて、東方の大ステージいっぱいに再現された、豪華な六名館セットが話題を呼んだ。明治維新で、武士は廃されたが、本来の家族、旧大名家や旧公家からなる、諸公家族ではない将軍、大名の一族や、功労者、主に下級武士出身にも、国家への勲功により、1883年、明治16年に爵位が与えられ、新家族となった。また、 旧大名は、維新後数年で、苦行は十数年で政治の実務からは外されており、1884年、明治17年の内閣制度発足後に閣僚となったは、功労者出身の新家族とこれに続く官僚、軍人のみであった。六名間では、こういった家族、新家族、閣僚らが主要登場人物となり、実在、架空取り混ぜて造形されているが、 井上織と井上武子夫人が主催した店長節約会当日の1886年、明治19年11月日に、この作品内で起こるような事件は起こっていない。なお、外務大臣、影山郵便伯爵と自由党の創始、清原栄之助のモデルはそれぞれ、井上織と後藤祥二郎であることは、三島の創作ノートから見て取れる。後藤祥二郎は、 この時期政官論に敗れたのから自由民権運動を指揮していたが、それ以前は井上るより早く参議、閣僚である京より定席についており、また後には白尺に除されて閣僚をも歴任している。このように二人の関係が権力者と草の根の反体制活動家ではなく、あくまで二人の大物政治家の清掃である点は、劇中の影山と清原の関係にも投影されている。 なお、井上と後藤は、下級武士出身者が多い名人新関係者の中では、比較的富裕な中級武士出身者であった点も、共通している。また、明治期にあっては、首相たちを含む、政治家、貴賢たちは、芸者を愛人としただけでなく、制裁とすることも、一般的に行われていた。長子イコール、影山白爵夫人も、その一人で、 これは隠すべきことでもはずべきことでもなかった。三島の創作ノートには伊藤夫人、道の区夫人、中心人物と記されており、調子のモデルは井上武子よりも伊藤白文の夫人、伊藤梅子の方から造形されたのではないかという見方も一部にはある。井上武子が芸者であったかは不明だが、伊藤梅子が元芸者、小梅であり、陸津宗光の夫人、陸津良子も、 元芸者、少霊であったことはよく知られている。時は1886年、明治19年11月3日の天朝節。第1幕午前10時、影山白爵邸、邸内にある、茶室戦艦邸。第2幕午後1時、同初第3幕午後4時、六名館の2階、第4幕午後9時過ぎ、六名館の2階、武藤城、ほか、 木曜感激会、六名館。近鉄金曜劇場、六名館。サブリー以外は、初演舞台版とほぼ同じキャストである。ドラマ、六名館。テレビ朝日開局50周年記念ドラマスペシャル、六名館。他。KNB 北日本放送、日本テレビ系列2008年、平成20年2月2日土曜日14時50分16時55分、放送。 東宝配給で1986年、昭和61年9月20日に公開された。上映時間は125分。不動産会社の丸ルが、制作、数億を投じて再現された、6名間の豪華セット、セリフを舞台風に読ませた大胆な演出などで題になったが、現在権利上の問題で封印されている。作品そのものの判権と現場のありかが不明確で、 そのためソフト化はもちろん上映も困難だという。なお、三島が存命中の1957年、昭和32年にも渋谷美監督により、小畜で映画化の企画があったが、実現には至らなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。